2020カラスの繁殖を語るシリーズ、豊平川です。今このボソさん、クルミを見つけて食べてます。でこのボソさんね、実は割と新しく入ってきてるボソさんなんですね。入ってきてるというか、縄張りがね、割と広いんですよね。で繁殖がですね、実はもうずっとうまくいってなくて、なんかね、ボソさんどうしちゃったんだろうと思うんですけども、いないんですね、ひながね。今年もいなくて、庭でこうやってとことぼやってます。でこのボソさん割と人工物に作ったりとかね、人工物に作る、人工物って言ったら何かっていうと、豊平川にあるような電灯とかね、水量の測位計のなんか棚みたいなとか、そういうところに作ります。なので全然、もちろんボソさんなんでね、最初から問題はないんですけども、普通にヒナが育っていた時代、可愛いヒナたくさん出してくれてますね。なのでもしかしたらもうね、年取ってるから、ひょっとしたらあれかな、繁殖もしないのかな。なんかね、こうやってポロポロってカラスが消えてくっていうのはすごく寂しいんですけども、ね、このボソさんにもあともうちょっと頑張ってほしいなと思いますね、ボソさんね。それじゃあ